おごめん、大分の高っち親方です。今回はアイドルモーニング娘。の話題です。先日3月31日、モーニング娘。オリジナルアルバム 16th That's J-POP リリース、おめでとうございます。そして私もですね、先週ですか、先日、まあ、無事届きました。メンバーの中美希ちゃんチェルのサイン入りです。どうもありがとう。今回ですね、そのモーニング娘。の、ね、約3年4ヶ月ぶりのアルバムについて、まあ、何回かこう、まあ、聞いておりましてですね、まあ、その曲のうちですね、アルバム曲のみの、まあ、簡単な紹介をいたします。まあ、一人でも多くの方にモーニング娘。やハロープロジェクト、そしてこのですね、J-POP のですね、アルバムを知っていただければという思いで、ご紹介いたします。拙い部分もございますが、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。最初にこのアルバムですね、 That's J-POP の、紹介をいたします。発売は2021年の3月31日です。モーニング娘。としては約3年4ヶ月ぶりのオリジナルアルバムでございます。まあ、これですね、15期のメンバーが加入してから初めてのアルバム。そしてまあ余談ですけれども、私がですね、まあ、同じ頃2019年の5、6月ですね、ハロプロのオタに復帰してからも初めてのアルバムとなります。まあ、まさにこの2019体制、まあ、15期が入って、それからも卒業なしでですね、続いているアルバムでございます。まあ、この That's J-POP という意味なんですけれども、つんくさん曰くですね、まあ、これぞまさしく J-POP だという曲を並べているそうです。まあ、このですね、女性アイドルグループ、まあ、モーニング娘。ですけれども、その彼女らが真正面に向き合って歌う2021年の J-POP といえばこちらですよっていう、まあ、紹介曲、まあ、まさにこう看板を掲げている、アルバムでございます。まあ、そういうことで、まあ、じゃあ2021年の J-POP、まあ、つんくさんが考える J-POP ってどんな感じなのということで、まあ、アルバムですね、全部16曲、すみません、15曲あってですね、シングル曲が7曲で、オリジナルのアルバム曲がですね、8曲入っておりますけれども、もうほぼほぼですね、大半が、アップテンポな曲ですね。バラードは泣き虫マイドリーム1曲ぐらいじゃないかなというぐらいですね。基本的には明るいですね、曲です。で、こうビートを刻んで16ビートですかね、まあ、モーニング娘。というかつんくさん曰く16ビートですね、ツクツクタンツクツクタンですかね、8ビートがツッツンタンツクツッツンタンですか、この2倍ですけれども、まあ、非常にこう難しい速いビートでですから、まあ、結構疾走感があってかっこいい、リズムですね、刻んでいる、そういう印象ですし、こうグルーヴ感、いわゆる低音ですね、ベースなどですね、この低くですね、どしっとした、感じもあってですね、全体的に明るい曲となってます。これが2021年の J-POP ですね。ビートとグルーヴ感、疾走感がある、そんな感じを、まあ、このアルバムでは受けました。で、またですね、これなんか噂によるとモーニング娘。としてのアルバムとしては初めてではないかなと言われているのが、ユニット曲ですね、14人全員で歌うのではなくて、こう5、6人、3、4人とかですね、5人とかでこう歌う、いくつかのユニットに分かれて、歌ってるというのもこのアルバムの特徴でございます。ということでですね、次からは、各アルバム曲ですね、シングル曲、以前 の、 いろんな動画でですね、まあ、簡単ながらとかさらっとながらご紹介しておりますので、今回は申し訳ございません、省略させていただきます。アルバム曲の8曲を順番に、私なりの本当簡単な感想でご紹介をいたします。まず最初ですね、これオープニング曲になっております。1番目、愛してなんが悪いという曲です。もうタイトルからしてこうハロプロらしいというか、インパクトもありますし、まあ個人的にはあざとくて何が悪いのを思い出しますね。アンジュルムの上國料萌えちゃんやジュースジュースの井上玲ちゃんが最近もう人気になったですね、番組でございます。まあ1曲目ですね、今 EDM 機械も使ったような感じでもあり、まあこうオープニングですね、ナンバーとしてはまあクールで、そしてですね、どこどこビートベース音も響くグルービーな感じですね。
こうビート刻んで多分16ビートですね。テンテクテンテンテン。今もちょっと聞きながら、歌ってあのね喋っておりますけれども、あのかっこいい感じになっております。でまあね、こうライナーノートなどを調べると、この曲はこの、まあ、ビートをね刻んで結構面白い感じで進行するんですが、ところどころでテン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 っていうこう休符ですね、間がある溜めている部分があるというところもですね、こうメリハリがあって聞き応えのある曲となっております。そしてかっこよく進みながらテン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 、最後の愛してなんか悪いの締め方がですね、個人的にはこの救されたいだけなのになのになのにみたいな感じでですね、こうシュッとまたそこが転調するところがこう面白いなというふうに感じております。まあ歌詞としてはこの恋愛、最初恋愛で途中からこう夢ですね、こう演者になる役者になるという夢があるんですけども、なかなか中途半端でこうくじけたり大根役者みたいなというふうな感じで、まあうまくいかないということがねある。だけどもそれでも諦めずにですね、自分を信じて、そしてですね、こうせっかく持った飽くなき野望を持ってね、好きなことを愛して何が悪いんだということで、自分を信じて突き進んでいこうという、まあ、応援歌でございます。続きまして2曲目、アルバム自体では3番目の曲ですが、信じるしかという曲でございます。こちらユニット曲でですね、6名生田絵里本、石田あゆみ、小田さくらちゃん、加賀海里、森とちいちゃん、岡村ほまたんが歌ってます。最初ですね、私この信じるしかという、まあ、タイトルを聞いた瞬間、こうなんかこう個人的には疾走感でこう頑張れ頑張れとかこうですね、なんかこう走ってそうな曲と思いきやなんとこれテイスト的には東南アジアのこうマハラジャーですね、こう踊りのような民族的なこうサウンドとか、まあリズムもそうですし、ところどころ出てくるこうサウンドがですね、あこれちょっとエスニックというか海外系のこう東南アジア系のこういうテイストになったかっていうので、まあ驚きましたね。結構こうゆったりめの曲に仕上がっております。まあですね、あのメンバー的にもこれまず小田さくらちゃんですね、もう娘きっての歌姫、まあハロプロきっての歌姫と言われてますけどもね、小田さくらちゃんを中心としてこう感じとしてはですね、こうどちらかというとねちっこいというよりも割とこうポップですね、うーんとかビート聞かせるっていうんじゃなくて、もう素直にこう爽やかに歌っている感じですね。歌声とコーラスがあって、こうまるでこう初期のモーニング娘。見てるようなこう爽やかさを感じて、こうポップな感じですね。で非常にまあ曲は結構粘りっこい、ってこうひねってるんですけども、声自体はこうまああのエコーも聞いてますし、歌い方もこうしゃくってるとかねねちっこく歌ってるのではなく、こうポップで爽やかに歌ってるのがまあ聞き心地こっちがいいなというふうに感じます。まあこの曲の内容ですけれども、まあ結構こう自分のこう人生観ですね、人生ってなんだろう、人間ってなんだろうって、まあそういうのをちょっとですね着目しておりまして、最終的にはこう世界ねの話になっていく、でこのね出会いは偶然じゃないとか、なんかいろいろ人はなんでこうね争うんだろう奪うんだろうと、一瞬戦争の曲かと思うんですけれども、そうではなくて人の欲望ですね、ついついこうあれも欲しいこれも欲しい、自分が一番ね甘えてしまう、ね、そういうところをこう人のある意味弱さとか本当に向き合うべきなものは何なのかというのを、まあ、つんくさんらしいですね、最終的には自分なんだ、自分が最強的なんだっていうところは真理をついていますね。個人的にはあの中島みゆきさんのファイトですね、やっぱり自分の敵は自分なんです、私自身なんですっていうのを個人的に思い出しましたけれども、で最後これをね、私が知っている最強の可愛い私というところのこのラストワンフレーズがあの面白いですね。結局自分の敵は自分なんだけども、なんだかんだで最後可愛い私、みんなが知っている最強の可愛い私っていうところがですね、こう矛盾と言いますか、まあ普通のサビだと君も知っている最強的な後に甘やかしてしまう、結局甘やかしてしまうんだよねって話で、最後のこの結論が最強的はその可愛い私という、まあそこで甘えも出てるというかですね、このそうきたかっていうのがですね、この曲のまあ最後面白いとこだなと。まあ最近私が流行って
別でですね、こうハマっている大竹栄一さんの恋する彼の最後のですね、そうさ悲しい女だね君はっていう、いきなり最後、ちょっと矛盾じゃないですけど、こう手のひら返したようなこうラストワンフレーズっていう、その面白さっていうのもですね感じたところで、この信じる鹿の最後のみんなが知っている最強の可愛い私というラストワンフレーズ、これ面白いなというふうに感じた曲でございます。続きまして、タイムイズマネーですね、アルバムの中では4番目の曲でございます。こちらまああのですね、まあメンバー、こちらもユニット曲で、佐藤まーちゃん、野中チェル、横やんね、パンダさん、山田けめいちゃんということで、まあ私好みのメンバーが揃っております。まあこの曲はですね、今度はもうかっこいい曲ですね。こうテンポがかなり良くて、こうビートも刻んでて、そしてこうコーラスですねがどんどんかかって、こうキャッチーな感じかなという曲ですね。でメンバー的にもこう高い声とか、こう印象的な、声のメンバーが揃っていますので、そしてこうコーラス、時間との戦いとか、ダンスタップ、ダンスタップとかですね、このコーラス部分のところが本当テンポよくて、こう刻んでる歯切れがこう良いという感じでですね、本当耳に曲る曲ですね。そしてこの、まあ、野中美希ちゃん、チェルとですね、パンダさん、山崎芽衣ちゃんというのが、まあ、これ英語が得意なメンバーでして、で今回こうね、いろいろ英語の場面、歌詞も多くてですね、これやっぱ似合ってますよね。こうビートを聴いててかっこいい DJ 風な感じというか、こういう風にこうメンバーのこう特技をこうが生きているですね、持ち味が出るっていうところの曲はやっぱり面白いですね。そしてですね、こう歌詞もこう見ると、もう本当時間の戦いとか争いとかですね、例えばこう正直なら許されるとか、分かっていると知ってるは違うんだよみたいな、こう結構パンチの効いた強烈な歌詞ですね。あの椿ファクトリーの尾形梨紗ちゃんの尾形語録じゃないですけれども、わおっと結構ですね強い感じの、まあ、歌詞をざっと眺める限りはそんな感じです。そしてこう対比表現ですね、負けなら認めるさというところと、後半は勝ちなら忘れるよというところでですね、まあ、2つのですね、感情も出ていますし、まあとにかくこの曲は本当時間の大切さというのもそうですし、まあこの若干この曲がかっこよくて速いのもあって、まあせかされてる感もあるんですけれども、この曲は本当耳に残る、このキャッチーなこう疾走感あるテンポの良い曲でという印象を受けました。続きまして4曲目、泣き虫マイドリームでございます。この曲、まあ全体曲では5番目の曲でございます。こちらはですね、また全員曲でございます。でおそらくこのアルバムの中で唯一こう本格的なこうバラード風なゆったりとしたこう曲だなというふうに感じております。実際まあ私はこのアルバム曲の中では一番好きなのがこの泣き虫マイドリームという曲です。まあ、私自身が、まあ、実はどちらかといえばこうバラードが好きな人間ですから、こういうのを聞くとこう心地よいですね、こう元気で盛り上がる曲も好きなんですが、こう本当落ち着く、こう寝る前に聞くといいなというふうな感じがします。こうなんとなくこうまあ壮大感とかね、鐘、途中で鐘も鳴ったりして、なんかこう映画とかこうアニメのテーマソングとかタイアップで、ね、取り上げていただいてもいいですし、ハロコンやこの娘の単独公演などのですね、開演前のこう待機時間などで流してくださるといいかなと。あのハロコンの時のジュースジュースの泣いていいよみたいな感じでですね、この泣き虫のドリームがこう BGM 流れて、開演前に皆様にお知らせですというナレーションの BGM でこう流れてるような雰囲気で、ああこれ心地いい私は曲だなと思ってます。まあ歌としてはですね、こう主人公いろいろこう泣き虫な人で、まあ寂しいっけ、いろいろと話聞いてほしい、ね、思い出とかまあ過去とかいろいろあったけど、まあ少しずつこれから切り替えていくんだ、泣いたっていい、自分は泣き虫だけどそれでも少しずつ前を向いて頑張っていくよ、自分の夢を掴んでいくんだというところで、こう前向き、少しずつこの主人公が、ですね、一歩進めているというところがですね、まあ、歌詞としても非常にいいですし、
こう本当青春の曲という感じでですね、あのメロディーも本当バラードでいいですしね、こうね、泣いたってね、泣き虫だっていいんじゃないかと。それでね、前をどんどんね、泣きながら進んでいくって、そのそれがある意味励みになる方も多いんではないでしょうかね。あの、まあ、メンバーではこの曲大事だったかな、誰かがこの泣き虫マイドリーム本当いい曲だということで気に入っているということでした。私も大好きです。続きまして、5曲目2人はあべこべです。アルバム上は6番目の曲です。ユニット曲に戻ります。4名福村瑞希ちゃん、牧野マリアちゃん、羽賀茜ちん、北川リオちゃん、もうこのメンバー見ただけでまずお嬢様風な、ほんとビジュアルがほんと、ね、人気のビジュアル、私も好きですけれどもですね、こうお嬢様風な美しいビジュアルメンバーが揃って、それでいてこの、ね、可愛らしい曲、まあ、2人はあべこべっていう曲がなんかちょっとこうタイトル自体もなんか個人的には可愛い感じがするなという、こう女子らしいこう甘酸っぱい曲かなというふうに印象は受けてました。で、なんというかこう曲調とか、まあこの歌詞の感じもなんとなくこうタンポポの感じがしますね。どこにだってある花だけど、これぜひあの野中チェルにタンポポの曲を歌ってほしいなと、まあずっとコメントをね本人のブログにしてますけれども、なんか乙女パスタに感動みたいな感じでこうシルクハットと杖持って踊ってる感じもなんかなんとなく似合いそうな感じがする曲です。こうね、なんかこうなんとかねとかなんとかかなっていう感じで、歌詞もですね、こうほんと可愛らしい女の子という曲ですね。で、まあこれ多分カップルの曲でしょうね。まあ、ダーリンって出てるんで最初私結婚してるかなと思ったんですけども、まあすぐに会いに来てくれたとかいうことで、まあ別々に住んでてこうデートしてるのかなと、まあそれも多分もしかしたら過去の話かもしれないんですけれども、まあほんと全然時間ね、好みとか時間感覚違う二人なんだけれどもね、そして喧嘩もよくするね、けど気になってしょうがないね、好きなんだ、愛してる、愛おしい、ダーリンっていう、こんな甘酸っぱいですね、このあべこべっていうところがね、表現も結構好きですし、ね、まあね、似たものか同士よりかやっぱこうね、性格が違う方がやっぱなんだかんだ気になるのかなと、喧嘩もね絶えないけど会話には尽きぬっていうところが、これまたうまい表現だなというふうに思いますね。さあね、この二人がね、このまあ舞台となっている主人公の二人がですね、仲良くなることね、愛し合ってることね、願うばかりでございます。続きまして8曲目ですね。アルバムでも8番目の曲でございます。このままですね、こちらは全員曲でございまして、これほんとですね、耳に残るキャッチーな曲ですね。笑ってイエ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 イとか、君が君が君がみたいな感じでですね失礼いたしました、まあ、いわゆるリフレイン繰り返しがこう聞いていてですね、そしてこうやっぱリズムも良くてですね、こう娘らしいエコーの効いたコーラスとかなんかですね、本当は歴代のモーニング娘らしいなという感じを感じました。まあね、何がこのままなのかというとですね、時間よこのまま止まれというのがもう何箇所か、ね、出てきますけれども、このですね、君という存在ね、君と過ごすこのね時間をですね止めてほしいね、最ね、いつかですね、こうやってまあ君がいるから私も頑張っていけて、そしてですね、この絆が最後はね、もう本当の愛となれという風な感じでですね、こうあなたというね、君という存在がいるから私はやっていける、でさらにそれ以上の関係になりたい、ね、この時間を止まってどんどん突き進んでいこう、そんなあの前向きな曲でございますね。このままね、この間ラジオでもですね、イリポンがハマってたということでですね、あの元気つけられる娘らしいいい曲だなという風に感じました。続きまして Hey Unfair Baby ですね。まあ9曲目といいますか、アルバムでは11番目の曲でございます。この曲は確かあの2019年モーニング娘。19の秋ツアーのツアー曲だったと思いますね。まあ私も大分 USA 公演行きまして、この曲聴きましたけど、本当にこのかっこいい曲でして、こうなんとなくやっぱ16ビートタクタクタンツクツクタンですかね、
感じる、こうファンキーな曲だなというふうに感じております。このオープニングのさあこの場面のっていうこの高揚感がなんか私好きで、こう個人的にはなんかこう高校野球とかこうね、こう学生のこうスポーツのこうね勝負の場面だっていう曲でのなんかテーマソングでも似合いそうな感じもしますし、まあこの歌詞をこうなっと眺めると、笑顔勝るとか、あと無欲勝るとか、笑顔がとかのじゃなくてんってやってるところがなんとなくつんくさんらしいというかね、投票行ってじゃなくて投票ウィっていいじゃなくてウィみたいな感じで、ちょっとこう歌詞もですね、言葉遣いをちょっと変えてるような感じがして、なんかこれまたつんくさんらしい面白いなというふうな感じをしますね。ヘイアンフェア、不公平という意味ですけれども、こう運命こうなかなかでね思い通りにいかなくて、これはもう運が悪いんじゃないかとか、そうやって不運を招くんではなくて、こう自分で乗り越えて結果を出していけっていうところですね。この人生の応援歌という鼓舞する歌でございます。その一つ前のですね、あの人生ブルースでも私これに似たのか、共感するなって思ったのが、諦めたらただの人、黄昏たいけれど、けれど、こう分かるんで、こう諦めたらただの人、黄昏たいね、こうなんか自分が悲劇のヒロインになって誰か助けてとか、私が悪いんじゃない、もう周りが悪いんだよって、ついついこう人間ってそっちね、自分よりも他にこう原因や改善を求めてしまうけど、そうじゃなくて自分でこう切り開いていくんだよということで、まあ私がね座右の銘昔ありましたけども、世の中に不幸はない、すべて試練だという、まあ、言葉がございます。まあ、カレンダーで見たんですけれども、こう、ね、不運だと思うと、もう自分ではどうしようもできない、こう、網にくるまった感じで、ね、他に解決を求めるしかないけど、そうじゃなくて、試練だと考えたら、自分事として捉えられる。そして自分で解決できる。ある意味で GM みたいで楽しみにもなってくるということでですね、不運を嘆くんじゃなくて、アンフェアを嘆くんじゃなくて、こっからいやいや自分でやっていこうよっていうね、こういう前向きな曲っていうのはまたありがたいなというふうに感じました。それではこの感想集アルバム曲の最後を飾るのが、アルバムでは12番目に収録されていますで、恋愛デスティニー本音を論じたいという曲ですね。この曲は結構メンバー間の間からでもですね、ぜひ聴いてほしい、本当お気に入りな曲だということが結構多数出ております。先行してですねミュージックビデオも公開されて、リライクルバージョンですね、歌詞もドーンと出てくるかっこいいミュージックビデオもございます。まあ、まさにこの疾走感あってですね、このアルバム全体を通してこうアップテンポな曲が多いというんですけれども、この曲もなんかこう16ビート考えられてかっこいい感じですし、こう、まあ、ミュージックビデオの影響でしょうか、ステージングもこうダンスとかこう照明とかが、衣装もかっこよく感じる曲でございます。まあこのね本音を論じたいということで、本音というところですね、建前の反対ですけれども、まあ恋人と親友にこう対してのお話でして、まあね愛とかね思いはあるんだけれども、こう周りに合わせたりとかね、ちょっとずつ遠慮したりして本音を隠していないかと、それじゃあダメだとね、本音でこう歌詞でできますけど、一歩抜け出したりはみ出したりすることが大事、そこがですね本当のまあ愛というかですね、愛してるからこそ本音で言ってね、またね一歩ね関係を詰めていこうね、そういう感じでございますね。このまあ全体を通してこの、ね、人生のですね、いろいろ恋愛であったりね、友情であったりね、いろいろお仕事であったりという中でですね、この人間関係ね、こう結構そういうところをこう、ね、微妙、ある意味ではこう微妙とかこう逃げたくなるようなところをあえてね、ピックアップして、そうじゃなくてね、本音を論じてっていうねところに持っていくのがこうね、他の曲でもそうですけどね、今回のアルバムを通じて基本的にはこう応援歌一歩を生み出すとか、ね、そういう感じを受けましたね。では以上ですね、アルバム曲をざっと紹介いたしましたが、もちろんシングル曲もですね、本当にみんなかっこいい曲ですし、人生をねこう鼓舞される、応援ねしていただける曲も揃ってますので、ぜひお聴きくださいということでですね、今回、10曲アルバム曲のみですね、
ご紹介いたしましたけれども、ぜひですね、これが本当 That's J-POP、 もう基本的にはですね、もう何度もご紹介してますが、まあアップテンポ明るい曲でこう16ビート刻んでてですね、これぞまあある意味ではモーニング娘。とかつんくさん節だというところですね。この歌詞の内容であるとか曲調などですね、思いっきり、楽しめるですね、アルバムとなっておりますので、ぜひご興味を持ってお持ちいただいた方、確かこれダウンロードで1位、オリコンでは確か円盤としては2位だった気がしますね、ウィークリーで。いや、非常にやっぱ注目をされてます。いろんなところでですね、メディアでも紹介されてますし、キンスマとかですね、でもモーニング娘。ね、やっぱこうトレンド入りしました。ね、こう、ね、私もまあもともと20年前のこのデビュー期、黄金期の人間ですけれども、ぜひこの今の、またね、2-1にね、とかこう、まあ、2020年前後の、また今のこのモーニング娘。を知っていただきたいなというね、思いでございます。で、ちなみに初回限定版がですね、これにまたビデオですね、無観客ライブとそのメンバーのこの対談ですね、コメンタリーといいますか、そういう特典映像もついてます。今回私サイン付きでですね、今回通常版でございますので申し訳ございません。映像についての感想はできかねますけど、非常にまた無観客もかっこいいらしいですし、コメンタリーもいろんなメンバーのね、一面とか結構個性が出てるそうなので、ぜひ初回限定版もご検討お願いいたしますし、もちろん通常版でね、音楽をまた楽しんでいただければと思います。それではですね、本当にまあ私も音楽の知識浅はかで、まだね、ハロプロのオタに戻って2年ぐらいですかね、しかならないんですけれども、まあ私なりの見どころであるとか、感想であるとか、ね、お聞きいただきまして本当にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネルですね、この動画、いいねボタン、そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。割と、ここ1、2年はですね、ハロープロジェクトの話題も、結構積極的に、皆様にご紹介しておりますので、引き続き、こう、楽しいお付き合いができることを願ってやみません。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様、今日も推しのために働く。それではまた、どすこい。